はい、よろしくお願いします。今回は数3の複素数平面、強約な複素数丸1をお送りします。で、数3のね、スタート動画です。ここから数3やっていきます。で、今回はポイントの中に4問、下に4問で計8問問題がありますので、まずできそうな子はぜひ動画をね、止めていただいてチャレンジしてみてください。で、ちょっとね、確認してもらって厳しそうなのがあれば、今からね、自分が説明しながら解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よっしゃ、数3やっていきましょう。で、まず複素数平面です。で、複素数っていうのは数2でもう学習済みなので、ちょっとね、複素数ってなんだっけって思う方は、数2の方で、ぜひね、再生リストにもありますので、見てみてください。そこの知識をね、こう、確認した方がやりやすいです。複素数平面ね。で、まず、その Z、まあ、A プラス BI って今置いてありますけど、これ複素数ですね。で、これに対して、ホニャララっていうのが、Z と強約な複素数っていうのをやって、これはもう数2でやってあります。で、強約な複素数っていうのは、I。こっちの方の符号を変える必要があるので、A-BI と。これが強約な複素数。で、強約な複素数っていうのは、Z バーと。これで表します。つまり、Z が A プラス BI の時は、Z バーが A-BI と。まあ、そういう関係にあるよっていうのをまず確認してください。でね、複素数平面って何っていう話なんですけど、ざっくり言えば、複素数を使って平面について考えていこうぜってやつです。だから今まで関数とか、まあ、ベクトルとかでもね、こうやってやりましたけど、平面。それと同じ感じです。ただただ使うのが複素数になるだけです、それのね。で、まず、点 Z もありますよね。で、Z とホニャララっていうのは実軸に関して対象。Z とホニャララが虚軸に関して対象。そして、Z とホニャララは原点に関して対象っていうのを書きました。まあ、ぜひね、覚えてほしいとこなんですが、まず、実軸と虚軸っていう言葉ね。これは、実軸は X 軸です。こっち、横のやつ。で、虚軸っていうのは Y 軸の縦のこと。だから名前だけ確認で覚えちゃってください。で、一応ここ、まず答えだけ入れていきますね。実軸に対して、対象になるのは、Z と今やった Z バーです。つまり、強約な複素数ね。で、虚軸に関して対象になるのが、Z バーにマイナスをつけたマイナス Z バーです。で、原点に関して対象はマイナス Z です。バーつきません、ここは。これがそれぞれ対象になります。と言われても、いやいや、覚えにくいわ、みたいなね、感じがすると思います。で、さっきも言ったように、余裕があれば、ここも丸暗記してもらってもいいんですけど、正直自分も丸暗記してるかって言ったら微妙なとこです。最後の原点はね、ただマイナスつけるだけだから覚えてはいるんですけど。で、これをね、覚えてほしいんですが、できればこういう問題、自分で図に表すことによって、あ、そうなんだねっていう確認ができるようになってほしいです。で、下の問題やっていくんですけど。で、下の問題は、Z が1プラス 2i です。これがね、今 Z だと。その時に、それぞれのね、これ図示していきます。で、複素数平面。さっきも言ったように、今までやってたのと同じです。図的にはこうなってるから。ただ単に、実軸と虚軸を使ってるだけ。で、まず、Z。まあ、A ね、こういう風に書くんですけど、つまり、まあ、Z の部分にね、これ入れれば、まあ、1プラス 2i を図示したいわけですよ。で、これはね、1と2って数字を使ってるじゃないですか。これ、X 軸が1で、Y 軸が2なんです。その場所だよってことを言ってるの。つまり、1の2ね。だから、1の2だから、ここだよね。一応点々つけようか。ここが A になります。だから今までやってたとあんま変わんないでしょ。数字的に使ってることもさ。だから難しく考えなくていいです。複素数平面ね。すごい苦手意識がね、出やすいところなんですけど。で、同じようにやっていくと、マイナス Z っていうのは素直にこれにマイナスをかけます。だから、まあ両方とも符号変わるんで、マイナス1、マイナス 2i となります。で、さっきも同じようにやっていくと、マイナス1のマイナス2、つまりマイナス1のマイナス2だから、ちょっと曲がったらごめんね。
ここですね。ここが B ってなる。で、まず全部やっちゃいましょう。 C は Z バーです。で、Z バー、さっきやったようにバーっていうのは強弱な複素数、ここね、のこと。で、強弱な複素数っていうのは I の方の符号を変えるんです、これね。だから Z、こいつの I の部分だけ符号を変えるから1は変えません。こっち変えます、マイナス 2i ってね。で、そこ探してみると1のマイナス2だから1のマイナス2なんで、ここですよね。これが C になります。で、ラスト、これマイナス Z バーっていうのは Z バー、こいつにマイナスをかけてる、つまりこいつの符号を全部変えるってことなので、これ変えるからマイナス1、そしてこれも変えるからプラス 2i と、こうなります。つまりマイナス1の2なので、マイナス1の2だからここですね。これが D、 場所を表しているというふうになります。ちょっとフリーハンドで書いたんでね、ちょっと曲がっちゃいましたけど、まず複素数平面でこのね、複素数を表すときはこの場所はこうやってこうやってリンクしてるっていうのを覚えてください。で、もう一個、さっき言ったね、これ、まあ、暗記しなくても図でね、確認してほしいって言ったのは、さっき、Z と Z バーは実軸に関して対象ってやりましたね。Z と Z バーは今、A と C です。赤同士ね。赤同士見てください。実軸、X 軸によ、対して対象になってるよね。X 軸を折り曲げたらぴったりなんでしょ？ここ鏡みたいになってる。で、同じように、じゃあ、Z とマイナス Z バー、今だったら A と D です。これは、巨軸、つまり Y 軸、ここを折り曲げれば対称になってる。で、Z とマイナス Z、A と B は原点、ちょうど反対にいるよね、原点の。関して対称になってますので、もし、テストの時とか、定期テストとかで、この言葉を埋める問題がね、出てくるかはわかんないですけど、あれってなった時は、自分で適当に、こうちっちゃい数字のね、Z を置いて、一個一個こうやって確かめて書いてみる。今ですね、これ時間ちょっとね、使ってやりましたけど、ささって書いたら、1、2分で書けるから別に。それ確認すれば、ああ、これはこれで対象だな、みたいな。確認ができますので、そんな感じでやってみてください。では、今回は、数3の複素数平面、強弱な複素数丸1をお送りしました。今回もね、最後までご覧いただき本当にありがとうございました。で、引き続きね、こんな感じで、まず複素数平面からやっていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。